お疲れちゃんです。スロットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらね、バレバレ枯渇ね、やっていこうかなと思います。で、なんか前、インフェで多分流行ってたんですけど、インフェデリバリーだったかな。だからそこが今、ボムタワー5型が結構、まあ流行ってるので、今日この方でね、やっていこうかなと思います。というわけで、今日はね、まあカラーリーグがね、開幕した日に撮ってるんですけど、夜ね。はい、初戦無事ね、勝てました。パチ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 と、いうことでね、本当にいいスタートがね、切れましてね。僕はまあ 2v2 に今回出たんですけども、ラットさんじゃねえ、ミスター。自分でなんで3つけてんだ。ライキさんとね、はい。去年とかも 2v2 ずっと同じペアだったんです。今年も今んとこね、1戦目はラットライキペアで、はい。勝利することができましたと、まあ、いうことで、その試合はね、まあ、見てくれた方ならわかるんですけど、まあ、いろんなね、デッキとか使ったんですけども、枯渇をね、使って、初手にね、このバレ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 っていう戦術をやるっていうのをね、ちょっと見せたので、今日は枯渇だなっていうので、枯渇やってます。もう初手に、お互いスケバレバレルをやるっていう、マジ、やばくないですか。初手からお互い6コス6コス12コス、初手12コスの攻めをして、ダメージ与えたんですけど、カウンターで大ダメージ受けるっていうようなね、試合がね、まあ、あったんですけど、この動画上がってる夜にも、またね、クラロワリーグ2戦目ですね、僕らは VS、タイミング、TTG か。はい。TTG っていう、まあ、強いところですね、海外選手がすごい入ってきて、っていうところと、まあ、やるので、ぜひね、見て、応援していただけたらいいかなと思います。というわけで、ふぅし、今回相手はコカッちゃんですね。コカッちゃん。ちょっとミラー対決はさすがに勝ちてえよなっていうところなんですけど、これ一回ちょっと無視して、ウッドサイダーなんで、これ多分ゴブ、あれが来ます。うわー、絶対ギャングの防衛だろう、これ。やべ。待って待って、コカッ対決負けるのはちょっとやばいですね。やばい。枯渇使いのチームメイトがいるので、枯渇で負けたらさすがに怒られますね。ふっふっふ、これ強します。で、次は吹き矢付けで受けて、で、相手が、まあ、普通のかな、普通の。バレバレっけ、よく覚えてねえな。一旦バレ飛ばします。吹き矢付けバレバレルの形が作れると結構強いんですよね。よいしょ、さあ、吹き矢。でまあ、ウッドがあるので、あんまね、バレルとフキアが一緒に処理されないのに、ちょっと時差がありつつも。さあ。いや、テスラが嫌ですね、僕としては、マジで。あのテスラがすげえ厄介。だけど、多分相手の攻撃もそろそろ入らなくなりますね。あ、これ、ナイト、延命してもよかったな。まあ、ナイト当てられるか。で、これも多分一回、あれか普通にそう抑えられるだけ。今テンポをちょっと1個早くしたいですね。1個早めます。で、これで今ウッド使ったので、あ、これ間に合わないです、相手。攻めウッドですね。絶対ギャングボーイしてくる。OK。いい。相手ロケとかも打ったりしてるので、さあ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 、ペースは僕に来ましたね。吹き矢が入る。で、端前、あれが来ますね。プリンか。いらっしゃい。さあ来た。さあ、これも攻めて、許容して、もう僕が先に攻めちゃえば、相手としては多分きついと思いますね。OK、吹き矢が入る。OK! ナイス!さあさあさあ、枯渇ね。クララリーグでも疲れたかな?覚えてないや。ロイジャイとかまあ多かったイメージがあるんですけど、多分バー枯渇も結構今まあ強い。っていうか、ボム枯渇がロイジャイとかにも戦えて、そう結構強いっぽい環境なので、ぜひおすすめですね。しかも楽しいですね。やっぱバレバレ枯渇とか。さあ、ヒギね。マジで、この初手スケバレバレルマジ強いですよ。本当に。なんかだって相手がウッド系ないとそれだけでダメージ入りますし、まあ、あったとしてももう一枚ね、カード咲かせられるので、そこも5打っちゃいます。よいしょ。あ、やべえ。やべえやべえ。芝5。あ、なんかチームメイトがよくするんですよ、芝5。受け継いちゃってる。やべえやべえ。さあ、キア。お、押すねえ。押すねえ。これ多分ね、結構守れるんですよ。てか、なんなら完封、爆破だけで抑えられる。おい!いいね。あー、これ、吹き矢の出す位置、外側にすればよかったかな。まあ、バルーンから殴りたかったので、まあ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 、いいとしましょう。というわけで、マジリーグね、
みんな勝ちましたね、今日出た人。出て、一人一冊、KOH とかも、一人が、まあ、一人倒して、まあ、負けて、倒して、負けてとかだったので、なんか本当に綺麗な勝ち方をしましたね。本当にチームで勝ったっていうような、素晴らしい試合ができたとね、思っています。よし、いやー、マジで。久々ね、緊張したかな？若干ぐらいですけど、なんかもう、試合前に、ライクさんとずっと大声で、なんか、うわーとか、なんかこう、気合い入れて、うるせーって、うちさんに怒られながらね、まあ、結構、リラックスもできてたと思うんですけどね。そう思って、ボ、黄色いやつ、お前、よしよしよし。さあ、スケバでね、なんかこういう、ユニットの釣りとかでもね、ベビドラとか、まあ、スケドラとかインドラとかのタゲを取る役とかでも使えるので、今みたいな感じもね、できます。さあ、ラバ出た瞬間に逆サイ単体ないとね、これ大事ですね。この単体だけで流すことによって、相手3コスしかないんですけど、無視したいけど、無視すると結構ダメージ入るみたいな。っていうような、これがね、結構強いです。で、吹き矢で回収しつつ、吹き矢さすがに殴られたらダメ。お前殴られたらダメって。あ、待って。オッケーオッケー。あ、待って。ミスった。これね、多分ラバ相性いいんすよね。いや、さすがに無理か。ラバルマジで勝てます。でスケバレバレル攻めたいです。今守れないので、この間に攻めてあげて。いやー、吹き矢、待って、俺の吹き矢、全部行かれる。やべ。お、待って、生きてる、なんで、かわした。ちょっと待って、なんでだ、覚えてねえけど。で、これちょっとあれだな。ユニットで耐えれます。連盟してあげて、なんなら次のスケバレバレル回るので、オッケー。で、これ多分結構きつい。ババもない、なんもない、オッケー。ザップも咲いた。これちょっと延命します。ファイブザップ咲いたんでね。で、真ん中にスケドラぐらい。スケドラ当てか、ババ当て。うわ、ババか。ミスった。くる。うっと。いや、突破する。で、まぁ、一回バレる。なんかね、ザップかなんか使うでしょ。で、まぁ、これに、またファイブ防衛してくるんですよ。真ん中ナイト読み。なので、いや、してこんのかい。さ、ファイブ使ってない。スケで気持ち、回転早めて。バルーン来たら、ボム置くだけ。これでザップか。これボム置いて吹き矢延命したい。そう、いいね。ファイブあればバルーンも止まるので、いいですよ。あれはちょっとファイブ打つか悩みますが、一回ね、一回落ち着いて、真ん中バルーンが来るぐらいですかね、相手の勝ち筋としては。ボム置く。OK。で、ファイブもいらないっすね。これ、なんなら。これ、攻めファイブで終わりだ。うい、来たー、ナイスー。これ、ボムタワーがね、バルーンに優秀なんですよ。なんか、最後のとかも、え、バルーン入るじゃんって思うじゃないですか。なんですけど、ボムタワーの爆破ですね。あれでバルーンって思ってる以上に守れちゃうんですよ。そう、なので、なんか、ラバーとかバルーンとか、いや、お前、空どうすんのみたいなデッキなんですけど、吹き合いしかなくてね。思ってる以上に戦えますね。てか、まあ、最近のバルーンとかには、バルーンとかラバーとかにはスケドラが入ってるんで、スケドラにファイブ打てれば、光栄がやっぱあんまついてこないんでね。結構そういう部分でいいですね。さあ、ボムタワーロイホグですね。ロイホグは、でも相手が、僕、ボムとファイブがあるので、多分ロイホグはね、まあ、そんな遠ならないと思います。まあ、なんですけど、僕の攻撃が通るのかどうかっていうところですね。今回タルババとボムタワー使われたんですけど、基本的に僕の方が回転早いので、これでスケバレバレルをすると相手多分結構きついと思うんですね。マジ打ちか。いや、ケツ引きじゃなくてケツナイトでよかったな。これカウンター来て終わるな。いてこれやべえな。結構コスシャシャって使っちゃいましたね。なんかもうスケバレバレルしたすぎて。そうなんすね。ファイブワンチャン構え。ウッドだけでいっか。ウッドだけで耐えて、しょっぱな攻めすぎたな。マジやっちゃう。ボムタワー、あ、いこれ。三死。おい。やべ。キング起動さすがにしたくない。で、ボム、にボムタワー咲きたいんですけど、ボムじゃないのにボムタワー咲きたくないですね、逆に。言うのです。陸で来るとちょっと厄介。さっす。で、これ多分スケでいいっすね。オッケー。いいスケ。
で自然と攻めの形が作れるが、まあなんかダクプリだろうが何でもいますね。一回待って、お、待って、お前優秀かナイト、あー、まあまあよくやったよ。でハンターいんのかな。いやマジアチだったな。スケえてか相手のあれがスペルがタルだったっけ。なんか昔こんなザップのデッキがあったんですね。タルなんだな。タルはちょっと嫌っすね。タルボムで完封されるんですけど、2周目ですね。これだ。このターンが相手としてはきついと思いますね。で、多分3周も来るんですけど、多分今攻めていいですね。なぜなら回ってないので、スペルが。うわ、めっちゃいい前止めだな。で、ファイバー使わず、いやー、俺の吹き矢がどっか行っちまった。さあ、これウッドでいい感じにね。さあさあさあ、ういいい、あー待って、俺の吹き矢が、吹き矢がなんか下手か、ダメージ負けてんだな。タルで止まる。次からちょっとずらしたいですね、バレルの位置じゃないと毎回完封されてちょっと気持ちおつらい。うう、でで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 、左にウッド打つでしょ。なのでまあ右にユニットは固めつつで当てて、オッケー、いい流れですよ。で多分ボムが来るんですよね。だからバレルを外すと、そうなんですよね、ボムで簡単に処理されるのがちょっと嫌ですね。さあ横にずらしつつ、あのマジアチ許容できるかな。吹き矢で許容します。いや、いい流れ。あのボムが嫌らしいな、マジ。いやでも結構うざくない、これ結構うざいよね。いいファイボー、いいファイボーだ。さあ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 、吹き矢、吹き矢強えな、まあ、このような許容でもいいんですけど。よし、スケバレー飛ばす、言うの入るかこれ。あー、スケの位置甘いな。さあ僕はこっから待ってたんです。相手スペルがないのでイモれば勝ちですね。イモれば勝ち、僕が攻めすぎなければ勝ち。うわー、その30子嫌だな。打っちゃう、おー、待って、落ちてる、ラッキー、きたー、グッドゲーム。回転がねもう早すぎて、普通無理だろっていうラバとか、まあね、とかにも結構ね、バルーンとかにも勝てるので非常にねおすすめどっすー。というわけでぜひね、このバレバレコカツね、ファイボーすごいおすすめですね。しかもボムで空にもね戦えるというわけで、ぜひね、お使いください。今日夜6時からですね。はい、この動画が多分、まあ、5時とか4時か分かんない、昼に上がってるかもしれないんですけど、夜6時からポノスの試合があるんで、ぜひね、応援よろしくお願いしますというわけで終わります。よければね、概要欄にチャンネル登録、概要欄、よければあの、コメントとね、高評価、グッドボタンですね、よろしくお願いします。チャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いしますと、そしてね、発表ね、ツイッターとか YouTube でもしたんですけど、スポンサーとしてね、キョウキョウさんがね、ついてくださることになったので、ぜひね、キョウキョウさんのね、ツイッター、そして YouTube ね、ぜひ、登録よろしくお願いします。というわけで、終わります。お疲れちゃんでした。バイバイ。